はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、タウンホール12の方に向けたね、ちょっとしたまあ小技をお話しさせてもらいたいなというふうに思います。で、まあ、この小技、分かってる人はね、本当に分かってるんで、何を今更という感じになっちゃうんですけども、分かってないだったり、あんまりね、分かってても使ったことがない方にとっては、俺ぜひぜひね、触れちゃでも何でもいいんで、まずはね、試してもらいたい、そういう考え方なんで、ちょっとね、お付き合いもらえればなというふうに思います。で、何かというと、このニャーさんが攻めてくれたアタック、ちょっと見てもらいたいんですが、クイヒーペッカボーラーですよね。で、このアタックのね、攻め方っていうのは、クイヒーとペッカとボーラーをこのルートを使って、この壁のね、隙間を縫って一気に中心部に入れていくんですよね。で、この辺を全部こう壊していくっていう、まあいうようなプランで、このままぐるっとこう回すんですけど、そうするとケアできないところがあるんですよ。どこかっていうと、このギガテスラ、一番最後にこうね、ぐーっと回った一番最後にここに来るようなプランになってるんで、下手すると星1で終わっちゃう、まあ、そのリスクがあるんですが、ニャーさんそれをね、そうはさせない攻め方をしてるんですよね。何かというと、今バーバリアンキングを出していきましたけども、この後にロックボマーをね、このギガテスラ方面に投げていきます。ちょっと見てください、ここですね。ここでロックボマーをギガテスラの方に投げていって、で、まあ、今フリーズを扱いましたが、まあ、それをは関係なく、今起動したギガテスラをロックボマーがね、こう落としていくんですよね。このロックボマーの使い方、これが今日私が言いたいことです。なんだよ、そんなことかよって思った人は、もうちょっと、せっかくつけてもらったのに少し申し訳ないことをしたかもしれないんですかね。まあ、その場合にはニャーさんのこの全開アタックをちょっとね、見てもらえれば嬉しいなというふうに思います。で、ただね、本当にこの点って重要で、日本のね、今トッププレイヤーが出場しているこの世界選手権あるじゃないですか。YouTube のね、生放送でご覧になっている方も多いと思うんですけども、あれなんかではもうかなりね、当たり前のようにみんなこれやってます。やってるんですけども、当たり前すぎて取り上げられもしないんですよね、もはや。なんだけども、本当にタウンホール12で、全開を狙っていこうと、特に星2からの延長全開を狙っていこうとした場合には、この考え方ってね、本当重要になってくるので、もうぜひぜひね、覚えておいてもらいたいところです。まあ、要はギガテスラが最後まで残っちゃうようなプランをした場合にも、それをね、星1で終わらせずに星2を必ず取るような回収するための、まあ、小技、そんな風にね、思ってもらえたらいいんじゃないかなっていう風に思います。で、ちょっとお話をまずさせてもらうと、皆さんこのギガテスラの発動条件ってご存知ですよね。何かしらギガテスラがダメージを食らう、または全体の破壊率が 51% 以上になる、まあ、これによってギガテスラがこう起動してきますよね。で、起動してくるとギガテスラは単なるタウンホールから防衛施設に変わりますので、そうするとロックボーマーが、こいつをターゲット取れるようになるわけですね。要はギガテスラが起動しないとロックボーマーってターゲット取ってくんないじゃないですか、ギガテスラに。で、まあ、51% 破壊率を、まあ、取るっていうのは分かりやすいんですけども、じゃあどうやったらこいつに、ね、ダメージを入れられるのっていうと、一つはクエイクの呪文を打つことですね。ドーンと、そうするとすぐ起動します。で、二つ目は、まあ、ヒーローでも何でもいいんですけど、スケルトンでも何でもね、サクッと一発攻撃すること。で、三つ目はロックボーマー本体の、ダメージで起動させること。おいおい待ってくれよと、起動しないギガテスラにダメージどうやって入れるんだよって思うかもしれないけども、こういうとこの施設をロックボーマーで攻撃するんですよね。ギガテスラから一マス開けた隣にある防衛施設、ここにロックボーマーがドーンと攻撃すると、その余波でギガテスラがダメージを受けます。そうすることによってギガテスラが起動して、次のターゲットが、次のロックボーマーのターゲットがギガテスラに向くという格好になるわけですね。そうすることによって起動させたギガテスラ、ロックボーマーなら、簡単にね、落とすことができますんで、その、ロックボーマーの破壊によって、星1で終わりそうなところを星2に、きっちりするということができるわけですね。で、まあ、もう一個気をつけなきゃいけないのは、これ、エアスイーパーですね。エアスイーパーが
ギガテスラ方面向いてる場合にはこれしっかり排除してからロックボンバー打たないとまさかの事故が起きかねませんのでね、まあ、そこだけは注意した方がいいかなっていうふうに思います。またホーミングとかですね、まあ、ホーミングあっても中にアイスゴーレムとペッカとかね、まあ、そういうのを入れておけばギガテスラに到達さえすればなんとかね、ギガテスラ壊してくれる可能性は高まりますんで、まあ、必要に応じてねこの中に入れるユニットも変えたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その点にちょっと注目してもらいながらニャナさんのアタックもう一回ね、見てもらえたらというふうに思います。ちょっとね、細かく解説していきましょうかね。まあ、6時方面からクイヒーを出してで、5時方面ここしっかりカットしていきますね。ここボーラーのカットうまいですよね。でこのままクイヒーは左側の方にこう時計回りっていうのかなに流していって、その後クイヒーを追い越すようにペッカ、あとはボーラーを出していきます。でこの時点でギガテスラをね、早めに、もう処理できそうなんでやっちゃおうということでしょうかね。バーバリアンキングをギガテスラの方向にこう出していってますね。で今回はババキンの、フィストによって出た、バーバリアンでギガテスラが起動できたんですけども、その起動したギガテスラにしっかりと6ボーマーが向かっていってこいつを壊していくという格好ですね。でその間に、クイヒー部隊はもうしっかり中心部にボーラとペッカと一緒になってこう入っていってね、ガン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 中央の施設を壊していくということができていますね。まあ、この辺を見事ですね、かなり中央にユニットがこう固まって入っていってるっていうのかな、いうところからもニャースの攻めがうまいなっていうのがまあわかるんですけども、で、今9時方面では6ボーマーからできたバルーンがマルチ IT まで落としていくと、いい仕事しますよね。さでここまで来ればあとは、もうヒーラーもね残っていますし、グランドウォーデもペッカもボーラーもクイーンも残っているということでね、ほぼほぼ盤石ですね。あとはもう全開待ったなしっていう状況まで来ているのがわかるかなというふうに思います。やっぱりポイントはギガテスラのとこですね。まあ、今回の攻めで言うと、まあ、もしかしたらねこんだけユニットが残っていればこのギガテスラ最後残っていても壊しきれたかもしれませんかもね。ただ今のプランで見てみると一番最後にやっぱギガテスラにこう当たるような、主力の流し方をしてるじゃないですか。これやっぱリスキーですよね。いければいいんですけどいけなかった場合星1で終わっちゃう、そういうリスクをしっかりね回避するために今言ったような、6ボマーを使った、ギガテスラの壊し方、ここはね、ぜひぜひ皆さん覚えておくと、戦術のその範囲っていうのが広がりますんでね、このポイントはぜひ皆さん、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでね本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。